さいさいこれ後年、宮本ゆり子。新年というものについて抱く私たちの心持ちも、その年々によって様々ですし、一人の人の生活のそれぞれの時代によっても、また、おのずから異なった感想を持つものだということを近頃感じております。お正月という言葉で新年が考えられていた子供の時代から離れて、二十歳前の頃、他の方たちはいかがでしたか？私には、お正月の形式的な挨拶だの、しきたりだのが、大変つまらないものに思われた時期がありました。お正月なんて何がおめでたいんだろう。本当にこういう気持ちでぐるりを眺めました。それから数年の間、やはり正月は格別な感じを起こさせずに過ぎましたが、自分としての生活にいろいろの波乱が生じて、来たる一年はどんな内容をもって現れるのか予測もつかないようになってからは、かえって新年を祝う気分になったのは面白いことだと思います。来たる年を祝福して、よかれあしかれ、これ後年として積極的に迎える心持ちになりました。そういう意味から、新年を祝う複雑なしきたりだの、その盛大さというものを考えてみると、どうもこれは苦労人の考え出したものらしく思われますが、いかがでしょう。例えば、中国の習俗では、正月を迎えることは年中行事中、最も賑やからしい様子ですが、それなら中国の村人、市民が、これまでの歴史の中で常に安穏な月日を経てきているかといえば、事実は反対のものとして語られていると思います。日本の私たちは、あながち、その習俗を形から取り入れたというばかりでない祖先たちの計り知られざる来たる一年への祝福の感情をどこやらに伝えられてもいるのではないでしょうか。そして本年の正月などはことさらその感が深いようです。今年は広い規模で様々な祝典が催されたり、日本の歴史の上での記念すべき年として予定されているわけですが、日常生活が市民一般に表している相貌においても現実的にごく画期的なものを持っているのは、興味深いところであると思います。私たち普通の暮らしの中にあるものは、珍しい種々の条件の中で、お正月だけは火床を二つにしましょうね、などというつつましき楽しみを持って、来たる一年を迎えようとしているわけです。来年はどんな年でしょう。みんなの心に、この声があるだろうと思われます。そして、誰しも、まず、体だけは丈夫にしておかなければ、と思うことも同じだろうと思います。文明のごく低かった社会でも、体が元の暮らしが営まれたわけだが、社会の文明の複雑さがある点に達すると、また、その体が頼りという事情が、全く違った環境の中によみがえってくることも考えさせる点です。生きているということが人間にとってはただ生息しているという意味ではなく、歴史を自覚して生活していくということであってみれば、私たちが体だけは丈夫にと思う心の中に自然、精神も丈夫にという思いもこもっている次第でしょう。日本が世界歴史のこの多岐なページをしのいでゆく永年にわたっての実力のために、日本人はこれまでの誇りとして自認している勇気を
さらに多様な沈着な、粘り強く秀密なものとしての面に発揮してゆかなければならないでしょうし、社会事情の複雑さについて、かえってその囲いの中で一般の精神が栄誉を失い、単純化されてゆく方向に置かれるなどということは、常識からも退けられていることでしょう。本当に、この一年は、どんな年でしょう。時局は、人間成長の枠であるということも、しみじみ思われます。歳歳を、これ後年に充実して行こうとする人間らしい意欲についても、新しい、挨拶を送りたい心持ちです。